演舞開演。どうも、本日はこちらスーパーで売っていたこちらの桜餅を食べてみたいと思います。小粒か、もち米が小さいのか、小豆が小さいのか、それともこれ自体が小粒なのか、どれなんでしょうね。まあ小粒だから美味しくないってわけでもないでしょうし、桜の葉が見事に乗っていますね。でも全部を包むには空いていませんね、当然か。ではいただきます。このもっちりは小ささならではなのでしょうか。小粒と書いていましたが、弾力はしっかりありましたし、中のあんこの甘さもさっぱりしていて、そこにほんのしつこく何か食べることができて美味しかったです。和菓子としてはすごくいいと思いますね。というわけでこちらの点数とさせていただきました。では蝶を見るや少年までも舞い踊る。蝶のように舞う少年、見てみたい気もしますね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しい。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。